こんにちは。むきぬすです。イエイエイ、ポポポポ、イエイエイ。今回は、いろんなものをご紹介。まずは、車。作り方もご紹介いたします。そして、カタツムリ。部品もご紹介です。サイクルも作ったよ。こんなパーツを使ってるんだ。ムキーナさんの作り方講座。これで何ができると思いますか？まあ、見ててください。楽しみに。できました。こうやってくにくに描きます。これは車です。ブーンブーンブーン。ちっちゃい車できました。あまりにもちっちゃいから僕もちっちゃい声出してたよ。スリス。これの特徴はここにつながってるところだよね。あとはこうやって振っていきます。僕の特徴はね、僕の体の中の部品だよ。この部品とこの部品とこの鼻とこのそれ一ぼっちの1かける一ぼっちがのツルツルがある。あとこの斜め同じ色があったら作れる。あとここもあとここも同じ色があったら作れるよ。こっちも同じ。目の部品のレバーが特徴。これがあったら作れるよ。この 2×6 ボッチもあると作れる。あとこのここに殻についてるこの部品があると作れる。小さいやつじゃないよ。これからサイコロを作ります。ステッキここに刺してぐるぐる綺麗だね綺麗だ。カラカラサイコロができました。君が4、僕が3、あ僕の向き。みんな楽しんでくれた？僕は楽しんで見てくれるのが一番大好きなんだ。君が持ってるミニフィギュアを使って動画を撮って思い出を記録するのも面白いよ。そして見て、思い出を振り返ろう。楽しいね。みんなもやってみてね。ムキーナスにアドバイスして、そしたらそのお話を作るから、みんなもアドバイスしてみよう。また一緒に遊ぼうね。チャンネル登録お願いいたします。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。